塚様です。幹事社の宮市です。定例会見を始めたいと思います。発表事項の方お願いします。はい、では私の方から何点かご報告をさせていただきます。お手元の資料をまずご覧いただきますれば、来週韓国香港を訪問する予定であります。そこにあるような日程で、福原議長また関係職員とともに訪れるということであります。実際の用務先でありますが、韓国香港ともにそれぞれ直行便を有しております。毎年のほぼ毎年ですね、このそれぞれの直行便を持っている航空会社を訪問し、路線の維持充実ということで要望であったり意見交換を行っておりますが、今回もそれが軸になる。特にアシアナ航空につきましては12月からですね、週3便が5便になる。この冬季の期間、昨年は冬季が4便でありましたが、さらに増えて5便になるというようなことでの、お礼を申し上げるとともに、引き続きの意見交換をしてまいりたいというふうに考えております。韓国はあともう1点、パラダイスシティということで、統合型リゾートが、これ、新たなものが整備をされております。これはもうインチョンの空港のすぐそばにあるということで、その視察も行う予定としております。それから香港へは、さまざまな本県との県産品の販路拡大ということで提携を行っているパートナーがございますが、新華日本食品を訪れてですね、このメイチョイ社長さんと意見交換をしてまいりたいというふうに思いますし、そのご兄弟であるジョナサン・チョイさんですね、新華集団の、これはもう香港での経済界のトップの方であります。今年度日本の外務大臣表彰を受賞されたということで、日本とこの香港とのさまざまな経済、また文化の交流に力を尽くされている方であります。私もたびたびお会いしておりますが、引き続きそういう方々とお会いをしながら、県産品の輸出拡大に向けて、またさまざまな分野での交流に向けての意見交換を行ってまいりたいと考えております。また香港ではそれ以外にはですね、日本総領事館の松田大使、それから総領事館に本県海老野市出身の井川原首席領事がいらっしゃいます。そのお二人にもご挨拶させていただきますし、宮崎大使を委嘱している方がお二人いらっしゃいます。香港における訪日旅行の取扱いトップの EGL ツアーズの円社長さん、それから食品輸入商社であります味の珍味の社長さん、デニス社長さん、お二人に宮崎大使をお願いをしているところでありますが、この二人とも意見交換をするという予定であります。韓国訪問、韓国香港へということで、それぞれ実質半日、現地では半日ぐらいの滞在になりますが、先ほど申しましたような定期便の維持充実というものを軸にしながらですね、訪問してまいりたいというふうに考えております。もう一点、お手元の資料、これも直行便の関係でありますが、台北線、熊本地震の影響によりまして、昨年の10月よりですね、週3便から2便に減便をされておりました。比較的搭乗率もいい状況にありますし、私も繰り返し回復の要望を行ってまいりましたが、週2便からですね、週3便となるということであります。そのようなスケジュール、お手元のスケジュールということですね。この4月にチャイナエアライン本社を訪問したときにも、向こうの会長、カーさんです、カー会長にも要望してまいりましたし、先日、桃園市との友好交流協定のときに、チャイナエアラインの社長が来見をされました。そのときにも改めて要望し、搭乗率も非常に今、状況がいいということで、良い感触をそのときも得ていたわけでありますが、正式に決定がされたということで、ございます。大変嬉しいことであります。先ほどは韓国、香港との直行便ということでの本社訪問ということでありましたが、台湾につきましても、このチャイナエアラインにつきましてもですね、引き続きそういう訪問の機会というものも探りながら、台湾については今申し上げましたような、桃園市、それからその前の新竹県との友好交流協定も締結をし、いろんな文化、スポーツの交流を一層進めておこうという取り組みがありますし、ご覧のように宮崎牛ですね、日本産牛肉の輸出が再開をされて、宮崎牛が全国に先駆けてまいりましたら、非常に好評を得ているということであります。そういう面で、ますます交流を深めていくということを楽しみにしているところであります。
昨日南九州の観光推進協議会が開催をされたところであります。熊本、鹿児島等とも連携をしながら、よりインバウンドもですね、積極的に取り組んでいこうという議論がなされたところであります。本県としてはこういった直行便が飛んでおります3つの国、地域、そういったところとのパイプを太くしていくということとともに、南九州、また九州全体でですね、面的に周遊メニューを充実をさせることによって、より相乗効果を高めていきたいというふうに考えております。このアジアとの直行便もありますし、それから2年後ですね、2年後 のラグビーのワールドカップを考えますと、アジアのみならず、欧米であったり豪、欧米豪ですね、もっともっとこれから力を得ていくべきインバウンドの対象というところもですね、このラグビーで、来日されるわけでありますので、それは九州全体で受け止めていこうと、先日九州知事会議、また九州地方戦略会議でも議論をし、その周遊メニューですね、九州全体を回っていただくような周遊メニューの開発にも取り組んでいるところであります。個別の各県のこういう路線の維持充実を図りつつ、全体でですね、九州全体で、また日本全体として、よりインバウンドを受け入れ、それを観光交流に結びつけていく、そういう取り組みを進めていきたいというふうに考えているところであります。あとこの定例会見、通常午前中であったものを今日午後にお願いをしました。先ほど速建スタジアムに参りまして、侍ジャパンの絵の県産品の贈呈ということをさせていただいたところであります。24歳以下ということで、3年後のオリンピックを視野に入れた、若手主体のチームがですね、本県で合宿をしていただける、今日も大変多くのお客様見ておられましたが、応援しておられましたが、2月の侍ジャパン、いわゆる本体といいますか、侍ジャパンの合宿に引き続きですね、大変ありがたいことだというふうに思っております。スポーツランド宮崎を掲げる中でですね、こういう代表クラスの合宿というのは、大きな力になり、また発信力にもなるというふうに今思っておりますし、今年は本当にいろんな野球のイベントが本県でも開催されましたし、直接ではないですが、先日も九州高校野球でですね、富島高校の準優勝、それから延岡学園のベスト4というのは、来年の選抜にもつながる好成績でもありましたし、野球から元気をさまざまな意味でいただいているのかなというふうに感じたところであります。はい、私からは冒頭以上であります。ありがとうございます。すみません、幹事社の方から何点か質問させていただきます。はい、その視察先に統合型リゾートが入っているという関連なんですけれども、はい、国会で IR の議論まだ途中かと思うんですが、改めて宮崎県としての現時点でのスタンスというのを伺えますでしょうか。そうですね、IR については引き続き関心を持って、国会における法案の審議の状況であり進捗状況というのをですね、見守っていきたいと思いますし、さまざまな指摘がされています懸念される事項、弊害というようなことに対するどのような対策が打たれるのかというところ、そういうことも含めて議論を注視してまいりたいというふうに思っておりますが、これまでも海外のこの IR の実態というものを調査をしてまいりました。その一環の中で我々としてもこの韓国、またこのパラダイスシティが市街や運営主体であるセガサミが合弁会社で現地やっておられるというところで、ぜひ見ませんかというお声掛けもいただいているところであります。外国人向けのいわゆるそのカジノとしては韓国としては最大級のものというようなことでもありますので、その実態というものを視察をしていきたいというふうに考えております。すみません、その声掛けというのはセガサミ側からあったということですかね。セガサミのそうですね、関係者からも、そういう取り組みを進めているというのは、かなり前から話がありましてですね、それが完成して運営がなされているということで、今回出張のタイミングもありましたので、では行かせていただこうということでの、視察の中に入ったということですね。工程の中に入った。ありがとうございます。すみません、足穴の方は陶器で増備になるというところで、はい、イメージが湧くんですけれども、香港線については南九州3県でデイリーで運行しているとかいう状況の中で、はいはい、その充実っていうのがこうどんなふうに目指していくものかなというのが、はい、本県としては増便ということもこれも期待をしたいというふうに考えておりますし、この足穴のみならず、先ほど申し上げました EGL ツアーズ、その旅行会社側からもいろんなこう訪日旅行、また九州への旅行、また宮崎への旅行に対する感触ということも
香港の皆様がどういうふうに今受け止めておられるかとかですね、またどういうことが今後さらに我々として努力していくべきなのかと、そういうことを旅行会社にも、それからその航空会社からもいろいろ情報収集していきたいというふうに思います。すみません、あと1点なんですが、はい、チャイナエアラインなんですけれども、はい、その前回3便の時が月水道となってますけれども、今回火水道というので どういう呼びが違うのは何かしら意味合いがあるんでしょうか。これは向こう側のご判断だというふうに思います。私どもがこういう予防したというよりも、いろんなそのメニューですね、旅行メニュー、周遊メニューが組みやすいような日程として向こうの方が設定をされたのではないかなというふうに思います。より宮崎に来やすい形なんです、ね。増えるということはもちろん来やすいと、もしくはその他のところで入った方も宮崎アウトといいますかね、宮崎を通って帰国されるという、その選択肢が増えることには間違いないというふうに思っております。ありがとうございます。各社さんお願いします。はい、NHK の橋本です、はい、よろしくお願いします。チャイナエアラインの増便でちょっともう一言いただきたいんですが、はい、基本的にやっぱりいいことというか、減ったものが増えるというのはありがたいことだと思うんですけど、はい、増便することでそのどんな、利用者が期待されるかですとか、その県としての経済効果としてどんなことが期待されるか、もう一言受け止めと期待のほどというところをお聞かせいただけますか。はい、このアジアとの直行便というのはやはりインバウンド、お客様をお迎えするですね、多くの訪日の外国人をお迎えする非常に重要な交通手段だというふうに考えております。本県ではそのアジア方面からのお客様非常に増えている状況もあります。熊本地震の影響により一度は減便されたわけですが、それが元に戻ったということで、そういう意味での来日客の期待というところがあります。さらに加えて、先ほど申しましたような台湾との友好交流の関係が深まっているということでありますとか、県産品の輸出というところでもより関係が深まり、また宮崎の認知度が高まっているという状況でですね、よりインバウンドにはチャンスではないかなというふうに考えております。また今回の侍ジャパンが合宿を用意している東京でのチャンピオンシップにはですね、韓国とそれからこの台湾が選手といいますか参加をされるわけであります。宮崎でその日本代表が合宿をしているんだというのはですね、台湾の皆さんにもアピールできるポイントなんだろうなというふうに思います。いずれはその台湾のプロ野球のチームが宮崎で合宿とかですね、そういうことも展開していけばいいと思いますし、いろんな可能性が広がるということになろうかと思います。はい、韓国のパラダイスシティの視察に関連してなんですけれども、はいはい、セガサミー側からお声かけがあったということなんですが、セガサミーとして、宮崎に IR を誘致したいっていうようなことに関しては何かお話など聞かれてるんでしょうか。以前より関心は持っておられるんではないかというふうには思います。はい、それに向けて何か準備をされたりですとか、その県の方に対して協力を求められたりとか、具体的な動きっていうのは何かあるんでしょうか。法案の状況であったり、いろいろ意見交換はしたことはありますが、はい、それはいつぐらいのお話。もうこのずっと議論は続いております。その瀬田サミーにおかれては、その韓国でのこういう取り組みをしているというのは、ずいぶん前から伺っておりますし、その瀬田サミー側の意欲に対して知事としてはどのように受け止めてらっしゃるんでしょうか。宮崎でのそういう、可能性についても関心を持っておられるということに対して、県であったりこの宮崎県における今の議論の状況ですね、我々のスタンスというのをお伝えをしております。大変我々としても関心を持っているということですね、はい、関心を持ってその国の法案の議論の状況なり、いろんな情報収集をしているということを申し上げております。県側としてはまだそのじゃあ具体的に誘致のために議論をしようとか、そういう段階ではまだなく、情報収集の段階にあるという状況なんでしょうか。誘致のためにといいますか、その可能性を今探るということでしょうね。
もし実現をすればいろんな効果が期待できるんではないか、これまで申し上げましたようにそういうことを関心を持ちながら、じゃあ国がどのような IR というものを想定をしているのか、それに対するそれでいろんなこう問題に対するその対策ですね、それをどういうふうに仕組もうとしているのかということを我々は関心を持って見守っていると。今の時点で国の方で考えておられるのは非常になんか規模の大きい IR を想定をされているようで、なかなかそこには難しいのかなという感触がありますが、じゃあその第2弾としてもう少し規模の小さいものがあるのかどうなのかですね、そこも含めてその国の動向なり今後の IR 法案で法案といいますか IR をの推進なり国における議論がどうなっていくのか、大変関心を持って目を取っているという状況には変わりはありません。今度視察されるパラダイスシティでは具体的にこういったところを注目したいとか、こういったところを特に見ていきたいというような点がありますか？はい、以前いわゆるカジノに関してはマカオとかシンガポールを私自身も視察を現地をしました。その後マカオにしてもまだ中国の経済の動向であったりですね、さまざまな中で影響を受けているという話を伺っておりますが、新たにこの韓国にできたものというものがどれだけの例えば集客力を持って、どういう客層どういうところからのお客様がそこに入っておられるのかとかですね、そのアジアにおけるその IR の、ニーズであったり展開というものが新しいこの場所でどのように展開しているのかというのは関心を持っているところです。はい、他はいかがでしょうか？朝日新聞の川崎です。はい、航空エアラインの話で関連なんですけれども、はい、イースター航空、宮崎台北じゃないんですけど宮崎ソウル便でイースター航空が12月から運航するという話があったと思うんですが、あれはどうなっているんですか？はい、そういう情報なり報道があったのは拝見をしておりますが、これはまだ正式に私ども話を受けたりまた正式な報告を受けたりという状況ではありません。そうなれば、さらにこのパイプが太くなるので、仮定の話ですが歓迎をしたいというふうには思いますが、そこはまだまだ決定の状況ではないというふうに聞いております。 あちらからのアプローチは特にまだ受けてないですか？そうですね、はい、ございません。一応なんかイースター航空のホームページではその12月1日から予約ができるようになっているのは11月中にちゃんとこう正式なあれがあるんですかね？はい、事務的に、はい、総合交通課でございますが、一時ですねホームページの方で、販売が開始されるようなものが掲載されておったんですが現在消えておりまして、はい、今まさに調整中ということでまだ正式決定ではないということでございます。以上です。他はいか？はい、毎日新聞の塩月です。はい、IR の件ちょっともうちょっと教えていただいてよろしいでしょうか？はい、はい、パラダイスシティ、そのセガサミーさんも、出資してらっしゃるパラダイスシティができてもう何年か経つと思うんですけれども、父がそのパラダイスシティに行かれるのは今回が初めてになりますでしょうか？はい、行くきっかけとしては以前からセガサミーから見に来られませんかというお声掛けがあった。そうですね、今それ整備をしていますということで、我が国においても IR がいよいよ具体化しそうな状況にあってですね、その状況というのはぜひ参考に視察をされませんかというお声掛けはありました。いつぐらいに、もうだいぶ前なんでしょうか？このパラダイスシティの具体的な計画というものがずいぶん前からでしょうから、ちょっと いつが最初だったかは忘れましたが、はい、もうたびたびそういったお誘いがあって今回たびたびと言いますか前からですね、はい、前から、はい、この時期に行かれる理由というのは何かあるんでしょうか？今までお誘いがあった上で今回実際にこのカジノが稼働しだしたのはいつですかね？2017年ですね。
あ、なるほど、なるほど。あ、失礼しました。はい。大体日程としては、こう、具体的に、何日からどれぐらいの間、15日から17日のその2泊3日の日程で寄られるということなんですが、はい。はい、あ、先ほど言いましたように、韓国も香港もそれぞれ実質半日程度になります。韓国到着したらもう2時か3時ぐらいで、航空会社訪問して、その後、まあ、僕空港のすぐそばですから、本当に短い時間見て、その空港そばに泊まって、それで翌日は香港にということです。ですから何時間程度かですよね。特にその、はい、セガサミーさんの関連のところホテルに泊まるですとかそういったことで、あ、そうですかね、はい、そうです、その 空港そばのホテルですかね、はい。その例えば、そのセガサミーさん の, そのパラダイスシティに寄られる際に向こうの方から何か、提供といいますか、その宿の提供ですとか、その渡航費の支援ですとか、そういったお話というのはないんですか？いや、どうぞ、はい。はい、ございませんので、はい、そういった提供とかいうのはございません。はい、分かりました。最後、もう一度こういったものを見に行きたいと、そのお気持ちをもう一言いただいてもよろしいでしょうか。そのセガサミさんの、 その、まあ、パラダイスシティを知事として初めて見に行くにあたって、はい、IR がいよいよ我が国でも具体化しようとする状況の中で、以前よりですね、本県にそういうものが活用ができるのかという可能性というものを興味を持って、さまざまな、さっき言いましたような マカオシンガポールの視察もしてまいりました。今回、まあ、たまたまといいますか、本県でそういう市街や運営しておられるセガサミーも共同出資する韓国のこういう新しいこの IR ができたことでですね、まあ、そこは先ほど言いましたように、アジアの経済であったり、このカジノ IR をめぐる状況も大きく変化する中で、今、まあ、どのような形で受け止められているのかというところを関心を持って視察をしていきたいというふうに思っております。その他はいか、西日本新聞です。はい、IR すいません、何度も、はい、ちょっと確認で、現地ではこれ、カジノなりホテルなり国際会議場なり、IR にある施設全部一応見られるということになるんですか？それちょっと難しい。そこまで詳しく私今工程は聞いておりませんが、現地視察は何時間なんですかね、予定は。IR の視察は18時から19時30分で、1時間半ですね、予定しております。はい、それで、はい、見ることができる範囲のものを見るということでしょうか。はい、向こう のパラダイスグループなり、はい、セガサミーの関係者とお話をする予定はあるんですか？あ、そこも、はい、1時間半の視察の中で、まあ、案内してもらうということなので、まあ、話はその時いろいろしていただきます。案内はそのパラダイスグループの方が案内をされるんですかね？そうです、はい、パラダイスシティの施設内を案内してもらうということになります。まあ、九州の中では先日九州地方知事会がありましてですね、まあ、色の観光を、まあ、九州一体として PR していこうという文脈の中で、長崎県知事がこう IR 法案の今状況はこうですと、で、まあ、ぜひハウステンボスに誘致をしたいというようなことを、まあ、九州全体としてまあ支援してくださいというような、まあ、九州の中ではそういう積極的な、まあ、スタンスを取っておられます。他の県の知事が、いや、宮崎も関心あったんですよねというふうに言われて、いや、私もそうです、関心を持って今、情報収集してますということは申し上げるんですが、まあ、九州の中では、まあ、そんな空気感というふうに思っていただければいいでしょうか。非常に長崎の方ではですね、かなり先行して、経済界も一緒になって、まあ、議論を進める中で、宮崎ももちろん忘れないで関心を持って見守っているという状況だということになろうかと思います。
よろしいでしょうか。すいません、 IR また質問させてください、はい、読売新聞です。マカオとそれからシンガポールも視察したということ、これすみません、ちょっと私が物知らずで、いつ行かれたのかと、その際は例えば報告書とかそういうものもあるんでしょうか。で、今回も行かれた場合には何か こういう結果でしたというようなものというのは得られるんでしょうか。はい、すみません、今ちょっと手元にないのでまた後ほどお調べいたします。どれぐらい前でした、 3、4年前でしたかね。あ、すみません、あまり正確なことを言わなきゃいけません。まずずいぶん前になります。それで報告書といいますか、海外出張の場合はいつもこういう定例会見等の場でですね、どういう状況だったかというのは報告をしておるところでありますし、議会にも報告をしておるところです。発表か、はい、マイクを、はい、すいません、毎日新聞です、はい、先ほど西日本さんが質問された部分の私も続きになるんですけど、はい、IR で、はい、向こうで1時間半視察をされると、でその間ご案内、してくださるのは向こうの方ということなんですけれども、それはわざわざそのセガサミンの会長自身がご案内をされるという状況なんでしょうか。いや、そのようには伺っておりません、はい。そのクラスでは、はい、代表クラスではないと、はい、どういった方がご案内をされるというふうにまだ決まってないちょっと、はい、向こうの事務担当者だというふうに思いますけどね、はい、ちょっと今お願いしている段階なので、はい、まだどなたかというのは聞いてません、はい、少なくとも報告をする際にはその辺、はい、どういう方だったかというのは、はい、正確にお伝えするようにしたいと思います。発表事項に関してはよろしいでしょうか。発表事項以外で、はい、幹事社から 3点ほどちょっと間が空いてしまったんですが、衆院選関係で質問させてください、はい、まず今回の衆院選の結果の受け止め、第4次安倍内閣に期待すること、注目することというところではいかがでしょうか。さまざまな論点なりがあったのかというふうに思っておりますが、なんか急に始まって急に終わったという、まあ、急にといいますかですね、感じがします。総体としては現政権が引き続き継続ということを国民として選択をしたという状況になるのではないかというふうに思います。さまざまな論点の中で、まあ、今もトランプ大統領が来られて、やはり北朝鮮の核開発であったりミサイル問題、非常に大きな関心を持ってこのアジアでの外交を展開しておられますが、そういう安全保障面での危機管理という中での国民としては引き続き継続した政権が選択されたのかなという結果というふうに受け止めております。期待、あ、はい、はい、そういう危機管理上の問題、安全保障上の問題のみならず、先日は国と一緒になった大規模津波というのがあります。さまざまなやっぱり、新燃岳の噴火等でもですね、国との連携のもとにさまざまな対策を進めているところでありますので、そういう面で引き続きお力添えをお願いしたいというふうに考えておりますし、今ずいぶん、注目度としては以前よりは下がっているのではないかと思いますが、我々にとっては地方創生というのはですね、注目度以下に関わらず非常に重要な課題であることには変わりはありません。それを旗頭の一つとして、もしくは重要課題として一つで掲げられている政権においてですね、地方の努力とともに国においても引き続きご支援をお願いをしたいというふうに思っておりますし、またそれと別の政策、重要な政策の柱として働き方改革ということが叫ばれております。昨日も日銀の布野審議員いらっしゃってですね、宮崎の経済であったりそこにおける雇用問題、経済界の皆さんと一緒に意見交換をさせていただきましたが、やはり人手不足であったり、必要な産業人材の確保というものは
まあ、本県のみならず全国的な課題ではありますが、非常に重要な課題だというふうに考えております。そういう働き方改革をいよいよまあ具体化していこうということで、補正予算の指示などもされたというふうに伺っております。まあ、それがどのように展開されるのか、まあ、これも大いにあの期待を持って注目をしつつ、まあ本県としてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。ありがとうございます。すいません、あの次なんですけども、あの比例九州の方で、あの宮崎関係で、あの中山さんが着物党から当選されましたけれども、はい、その点に関して受け止めはいかがでしょうか。あ、はい、あのまあ、希望の党でしたかね、希望の党が今後どのように展開をされていくのかというところが、今党首選といいますか、それの動きがあるようでありますし、例えば政策 あのスタンスでありますとか、今後他の野党との連携がどのようになっていくのかというところが まだ見えない部分がありますが、まあ、宮崎の声を届けていただく、宮崎の現状というものを国政に届けていただく国会議員としてですね、まあそのような形で当選されたことについては大変まあ心強く思っておりますし、いろんな意味でご支援ご指導をお願いをしたいというふうに考えております。ありがとうございます。すいません、最後に、あの衆院選の中で憲法改正が、まあ、大きなテーマになっていましたけれども、その中であの改憲の項目として地方自治を、はい、が上げる等もありましたけれども、はい、すいません、私がちょっと不勉強であれなんですけど、その改憲で地方自治を変えることで どうなるのか、ちょっとイメージがわからないなとも思っていたんですが、河野知事としてはその地方自治に関しての改憲の、まあ、是非を含めて見解を伺えますでしょうか。はい、これはそうですね、あの国政であったり各党がその改憲の項目の中で地方自治というものをどういうふうに位置づけておられるのかというのは、いろんなスタンスがあろうかというふうに思っておりますが、あの知事会、全国知事会の中でもこれは大きな議論となって、今具体的なそのワーキングチームといいますか、知事会としても具体的な案を示すべきではないかという議論が、あの今年の岩手で行われた全国知事会でもなされたところであります。その時に私も発言を求めて申し上げたところでありますが、あの、まあ、今の地方自治の規定、憲法の地方自治の規定というのが、まあ、基本的なかなり条文となっております。まあ、今先ほど地方創生というのが我々にとって重要な課題だということを申し上げましたが、まあ、地方自治の充実というものをさらに図っていくということが重要であれば、もっともっとその憲法の中にそこの憲法の記述、地方自治に関する記述を充実させてはどうだろうかというような、そういう中であの議論するということは非常に意義あることだというふうに思っておりますし、この全国知事会でも申し上げたのは、その地方自治というものがもし改憲の作業の中で議論になるのであれば、じゃあ地方側はどう考えているんだという案を我々としてしっかり示すべきではないかということを申し上げたところであります。今あの素案がですね、あの事務的にいろいろ各県に示されて、それに対する各県のアンケートということで、まあ、知事会の内部のそういう意味での議論が進められているところでありまして、知事会としてのそれなりの案というものをお示しする、そういう準備を進めているところです。すいません、追加でそういうした議論の中で、はい、道州制とかいう話もまた出てきたりするのかなとも思ったりするんですけども、そこら辺は どんなふうに見通されますか。そうですね、道州制はこの全国知事会であっても、それから各ブロックの中でも非常にこう先を走っていたこの九州知事会の中でも今議論は最近ほとんどなされていないというふうに思います。まあ、地方自治を充実させていくという中で、その制度論的に一つ道州制というのが選択肢としてあって、まあ、そこは非常に今まで注目されていたところでありますが、その制度論の部分というものは今その我々知事会が議論しているこの草案の中には入っておりませんし、最近、まあ、国も含めてそれから地方の間でも今申し上げましたようなあまりこう議論の俎上に乗っていないというふうなところであります。まあ、その制度論以下にかかわらず、まあ、いかに充実させていくかというところですね、まあ、そこは大変重要なテーマであるというふうには思っております。ありがとうございます。柏さんお願いします。
はい、夜間中学のことでお尋ね申し上げたものですけれども、はい、あの先日あの文科省の方でなんか実態調査あの全国で、その夜間中学を設置検討している自治体がどのくらいあるかということで、はい、あの調査があってその中ではまあ宮崎はないようだったんですけれども、あの県としてはどういうあの考え立場なのかというところと、まあ、今後どうされるんでしょうかというところをお伺いをしたいんですけど、これ大変申し訳ないですけど、私あの勉強不足で、あの教育委員会においてどういう議論がなされているのかというのはよく把握ができておりません。あ、少し担当の方からフォローさせていただきます。学校政策課です。夜間中学校については、そのニーズも含めてですね、その設置の有無について今検討をスタートしたところです。以上です。はい、先ほど手を、はい、知事選についてなんですが、前回あ の, の知事選の時に1年以上前なんですけど11月の時点であの出馬を表明されていたということで、今回今まあ11月が来ていて、このタイミングで今あの知事の出馬についてどういうふうに考えられているのかというのを教えていただけますか。いや、あの、まあ、前回はそうだったかなということを今思い出したところでありますが、今全くそういうことが頭にあるわけではありません。はい、あのこれまでもいろいろ質問いただいておりますように、あの目の前にあるボールを打つべしというあの、まあ、ゴルフに例えて申し上げましたけど、ヘッドアップしないように心がけて日々仕事をしているところです。はい、特にいつめどにこう判断というか表明しようというのは考えられていないですか。はい、周りからこう出馬してくれみたいな声もちらほら上がって、あのいろんな声なりいろんな意見交換というのは、これはまあ今のこの時期ということだけではなしに常にしているところであります。はい、はいはい、NHK 橋本です。はい、大きく3点質問させてください。はい、1点目があの、まあ、新燃岳なんですけど、あの、まあ、はい、この間先月から今月にかけてその新燃岳の噴火があったり、はい、その後 その警戒範囲の縮小ですとか硫黄山の、レベル引き下げがありました。はい、改めてこう知事の口からですね、こう今山が紅葉シーズンを迎えていることもありまして、その、まあ、引き続きの注意喚起と、あとその一方で観光への期待ですとか、県の今後のご対応などをお聞かせいただければと思います。はい、まあ、新燃岳も6年ぶりということの噴火になりましょうか、まあ、そういうことがあって大変心配された状況ではありますが、少し今活動としては小康状態、ただ収束とまでは言い切れないではないかと、引き続きあの注意を持って、監視を続けていく必要があろうかというふうに考えておりますが、気象庁気象台それからあの専門家の意見を聞きながらですね、噴火警戒レベルの見直し、またその後の対応というのを図っているところであります。確かに今観光シーズン、あの素晴らしい時期を迎えているところでありますが、まあ、通行規制がかかっているところもありますし、そこは正確な情報というものをあの、まあ、ホームページいろんな形でお知らせをしておりますが、そこをご覧いただいた上で、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。あとあの昨年度 の自殺者の件なんですけども、はい、昨年度1年間のこう県内の児童生徒の自殺者が、まあ、5人に上るという結果が先日発表されました。うんうんうん、特に宮崎市の調査していた中学生の自殺はあのいじめが自殺だったというふうにその認定されたこともありまして、その、まあ、5人が亡くなっていたというのは僕は結構衝撃だったんですけど、その知事の受け止めと、まあ、県として今後どうするのかというご対応をお願いします。はい、この、まあ、自殺対策というのは児童生徒に関わらずですね、まあ、本県として重要な政策課題の中でさまざまな対策に取り組んでまいりました。全体としては、まあ、減少傾向というものがあの、まあ、全国的にもまた本県でもそういう意味での手応えを感じつつある中で、今ご指摘がありましたように昨年 の児童生徒5人、非常に大きな数字がありびっくりしているところであります。
自殺に本当にいろんな事情、いろんな背景、いろんな理由があろうかというふうに思いますが、亡くなられた方にはですね、ご冥福をお祈りしたいというふうに考えております。その中で今ご指摘があった宮崎市の一例が学校でのいじめと関係があるのではないかというこの調査結果が出たところであります。これは真摯に受け止めてですね、ぜひ再発防止に向けて教育委員会、宮崎市、それから宮崎県もですね、今後対応をしっかり図っていく必要があるというふうに考えております。まあ、5人も亡くなってたっていうのは結構真剣に受け止めなければいけないのではないかと思うんですが、今の時点で何かそういったその自殺対策でさらに強化していくですとか、何か言えることっていうのは終わりでしょうか。はい、学校関係 の、 その児童生徒のみならず、今申し上げましたように自殺というものがそもそもこれを可能な限りなくしていくということでの県全体の取り組み、これ引き続き強化をしていく必要があろうというふうに思っておりますし、やはり児童生徒弱い立場にあります。いろんな背景があるにせよですね、そこをしっかりカバーしていくことは重要だというふうに思いますし、ましてやそれが学校等におけるいじめというものが背景にあるんであればですね、今そのいじめの兆候に関しては、まあ、本件はかなり細かいといいますか、いろんなこう可能な限りそこは網にかけて、こういう悲劇を待てかないような対策というものをしていこうというような取り組みが進んでいるというふうに考えておりますが、いろんなサインを見逃さないということは徹底しつつですね、それがこういうところに自殺というところまで至らないような何としてもその工夫をですね、また体制をしっかりとサポート体制を充実を図っていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。もう一点、はい、森林の討伐の問題なんですけど、はい、いろいろ県も対策してはいますが、その後も森林の誤伐討伐問題の被害が、相次いでこう表面化していて、その先月は逮捕事件なんかもありましてですね、改めてにはなるんですが、この問題の知事のご認識とですね、県としての今後のご対応についてお聞かせください。はい、戦後の拡大増林等を背景にしながら今末期を迎えている、しかも財界がですね、大型製材工場の立地でありますとかバイオマス工場の稼働等、また輸出もあると、非常にそういう意味で、山が、元気を出しつつある中で、誤伐討伐という事案がこういう発生をしている、件数が増えているというのは大変憂慮すべき事態だというふうに考えております。前日関係団体、県警本部も一緒になりながら誤伐対策ですね、誤伐討伐対策の協定を結びですね、より警察との連携も図りながら、先日逮捕事案もあったということでありますが、未然の防止、そして万が一発生をした場合 の、 その問題解決につながるような体制を強化をしたところであります。引き続きこう発生をさせないというですね、いろんなパトロールをするだとか、届け出があったときに市町村の役場等 で、 ですね、しっかり確認をするというようなことを徹底をしですね、せっかくこの我が国を代表するこの森林林業圏になっておりますので、そういう誤伐討伐というようなことがないようなことをですね、努力をしていきたいというふうに思っております。その他はいかがでしょうか。すいません、先ほどの IR の関係で担当課の方から、はい、すいません、先ほどIR に関しての過去のマカオ、シンガポールの視察の時期ですけれども、マカオにつきましてが平成23年、シンガポールが平成25年ということになっております。以上です。はい、憲法改正の話に戻りまして、はい、その全国知事会で今内部で、各県のアンケートによる聞き取りが行われているということなんですけれども、はい、知事として今の段階で具体的にこういうことを提示していきたいな、投げかけていきたいなというようなことはあるんでしょうか。これも地方自治の中でもいろいろ論点はあります。
今全国知事会の中でこのプロジェクトは、まあ、徳島の知事がですねリーダーになりながらこうワーキングチームを作って作業をされているところで、まあ、昨日も事務方とその案を見ながらいろいろ意見交換をしたところでありますが、基本的に先ほど言いましたように今の記述というものが非常にシンプルなものになっておりますので、それをより充実をさせていくということですね。まあ地方自治の充実と合わせて国の役割ですね、国がその地方自治を支えるための、まあ、財政的な保障というのも、まあ、求めていこうということで、まあ、なかなかそれが実現するかどうかはともかく、地方の側としてはやはりその財政的なところというものが非常に弱いという悩みがありますので、それを書き込んでほしいというメッセージをそういう素案の中で示していくということ、これまた重要なことであろうかなという、まあ、そういう議論したのが今思い浮かんだところでありますが、まあ、その他いろいろあろうかというふうに思います。はい、と引き続き、はい、先ほど知事の、まあ、出馬への意欲に関しての、はい、ご質問もありましたけれども、はい、今知事2期目をお務めされてるんですけれども、例えばその知事の、まあ、理想の任期として、例えば2期でもう引退を決意されて、まあ、3期目は出馬されないという過去の他県の知事のお話ですけれども、そういう方もいらっしゃいましたし、まあ、3期までで辞めるというような方もいらっしゃいましたけれども、河野知事としてはその知事の任期の在り方についてはどういうふうにお考えでしょうか。これはなかなか一般論では語りにくい部分ではないでしょうか。その県の置かれた課題であったり政策課題、そしてその知事がどういう政策を持って、その県の知県知事としてのリーダーシップを発揮しようとしているのかという、そういうこともありますし、また それぞれの知事のその時点での、まあ、年齢だとかですね、まあ、これまでの経歴、まあ、本当にトータルで、まあ、ここ具体的にありましょうから何とも言い難いですね。それははい、何期がスタンダードだとか何期であるべきだとか、まあ、そういうイメージを持ってはおりません。はい、と JR の、ワンマン化についてなんですけれども、はい、ちょっと前の話になってしまうんですが、そのワンマン化についての JR 側の検証としては、まあ、特段大きな問題はないというお話があったと思うんですけれども、もうそのワンマン化については県としてはもうワンマン化をしてもまあ問題がないので、まあ、今の状態を引き続きしても大丈夫だというお考えなんでしょうか。それともやはりそのワンマン化っていうのはもしかしたら万が一何か事故があった時に対応が難しいかもしれないので以前の状態に戻してほしいということを要望するお考えはないんでしょうか。半年ですね、この施行されて半年が経過した時の状況というものを部長のところに報告に来られたということで、特に大きなトラブルであったり問題は起こってないということでありますが、じゃあそこでその施行といいますか、それも終わりで、あとは本格実施ということではなしに、引き続きやはり状況を見ていこうということで、確認をしたというふうに聞いておるところであります。引き続き我々としてはですね、いろんなその現場での運用、問題がないかというところを注視していきたいというふうに思っております。他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。